プロレスラー。プロレスラーは、プロレス工業に参戦して、リングで試合を行う者の総称である。単に、レスラー、選手とも言う。日本においては、プロレスラーや、レスラー、もしくは、選手の故障が最も一般的だが、女性のプロレスラーと区別する必要がある場合は、男子プロレスラーと呼ばれる。女性のプロレスラーは、通常、女子プロレスラーの故障が用いられる。 アメリカのプロレス団体、WWE では、スーパースター、女性は2016年中頃までは、ディーバ、ただし女性プロレスラー以外にも使用される。詳細はディーバを参照。メキシコのプロレス、ルチャリブレでは、ルチャドール、女性は、ルチャドーラと呼称される。この他に、ロースター、スターズといった呼称も使用される。その他、各レスラーのギミックにより、 などの故障が用いられる。メキシコを除き、プロレスラーとして、収入を得るために免許を取得する必要はない。プロレスラーになるための経路も多岐にわたるが、現状では、自分がプロレスラーであると名乗れば、誰でもプロレスラーになれると言える。ライセンスに対する取り組みは、日本国内ではかつて、日本プロレスにおいて、団体独自にライセンス発行を行っていたことがあり、 ルチャリブレの影響を受けたアルシオンでもライセンスナンバードを設けナンバーを取得しなければ同団体のマットにレスラーとして上がれない仕組みを取っていた。また2006年に発足したグローバルレスリング連盟がライセンスの発行を計画してい,いが結局実現せずに終わった。このほか、過去にプロレスのみならず格闘技全般を管理する日本版 アスレチックコミッション創設が東京都議会に陳情されたこともある。2009年には新日本プロレス、全日本プロレスプロレスリング、ノアの3団体による共通ライセンスの発行が計画されたが、事実上頓挫した、詳細は後日。また、デビュー後も多くの試合で実践経験を積むことが重要である。単発工業中心のプロモーションでデビューすると、 月に1試合前後しかできないが、巡業を行う団体では月に10試合以上となり、かつての大阪プロレスのように常設会場でほぼ毎日工業を行う団体に至っては月20試合以上を消化する場合もあった。生活と試合経験のため他団体に出場するレスラーは多い。日本では2009年3月に新日本プロレス。 関林直樹社長、山本小鉄相談役、全日本プロレス、内田正幸、取締役、プロレスリングノア、中田龍、取締役の3団体の代表による会談が行われ、3団体の共通ライセンスを発行することで合意したことが東京スポーツ市場で報じられた。背景には2008年10月にインディ団体の所属レスラーが練習中に死亡する。 事故が起きたことなどが、後のことで、3団体の主催試合に出場する、外国人選手や他団体所属、フリーの選手については、各団体の判断で、その都度ライセンスを発行する方針。また、他団体に干渉するものではないとしているが、文庫は広く開放し、他団体が同ライセンスを導入したい場合には、積極的に受け入れる方針とのこと。さらに、 同年6月13日に三沢光春が試合中の事故で休止したことを受け、7月に開かれた3団体のライセンス委員会では、1年ごとに医師の診断書の提出を義務付ける方針を決定。同年11月にもライセンス発行を開始したいという方針が明らかになった。翌2010年に入り、具体的なライセンスの詳細を3団体で詰めた結果、 三沢の一周期にあたる同年6月13日に3、団体合同で、ライセンス発行開始の記者会見を行う予定だったが、その前日になり全日本が記者会見をキャンセルし、共通ライセンスからの離脱を決定、なお離脱の理由は明らかにされていない。残る、新日本、ノアの2団体のみで共通ライセンスを発行する案も、浮きしたものの、 結局同構想は頓挫することとなった。大半の選手はプロレス団体と呼ばれる工業会社の所属となっている。取締役、従業員といった正社員や契約社員を含め専属契約を結んでいるものの場合は所属、それ以外は本来フリーランスとなるが、ただ単にその団体へ出場機会が多いだけで所属と呼ばれている場合もある。 厳密な契約書は存在せず、口約束、信用のみで契約を結ぶこともある。スタン・ハンセンは全日本プロレスとの契約は、社長のジャイアントババとの公約束のみで契約金を受け取っていたと語っている。WWE は厳密な契約を結び、トップレスラーは契約金以外にも滞在するホテルや、航空便での座席に高いクラスを保証されるなどしている。 契約期間は年間契約での更新制、工業ごとなど様々である。団体と契約すると、肖像権や商標権などの束縛が発生することが多い。メジャー団体の場合は、放映権を持つ放送局との権利関係も存在する。対談後、リングネームや技の名前が商標登録されているために使用できず、リングネームや技の名前を変えることがある。 団体の経営方針との相違や活動の幅を広げるため特定の団体に所属しないフリーランスのプロレスラーも多く存在するフリーランスではあっても個人事務所を持ち独自で工業を行う者もいる最近ではイーブシコータや紫カミナリミオのように複数の団体と所属契約を結ぶプロレスラーも現れているメジャー団体と呼ばれる 大規模団体に所属するか常連として、リングに上がっているものを除けば、大半の者のは、プロレスラーでの報酬のみでは、生活ができないため、アルバイトなど他の仕事で生計を支えており、収入実態だけを見れば、プロレスラーがむしろ事実上の副業という状態の、ものも多い。かつて、折原正夫は、産経新聞のグループ会社のウェブサイトで、 無名選手のファイトマネーは1試合500円であると述べていた。DDT を主催する高木三四郎はテレビ番組で高木自身型団体へ出場する場合のファイトマネーは1試合で5から10万円で DDT の若手のギャラは1試合1万円と述べた。その他、デスラーにもよるが飲食店などの店舗を経営したり芸能活動をしていることもある。2014年には大日本プロですが 東京スポーツの求人サイトで新人募集を行ったが、その際に給料がデビューまではすべて引かれた上で、月額3万円、デビューすると8万円などと明記されていためネット上では大となった。プロレスラーにとって、ショーマンシップは重要であり、また要求されるスキルの一つである。だが、かつてはプロレスもプロスポーツの一つとして、真剣勝負であると考えるものが多く、 特に日本においては武道において真剣勝負を尊ぶ思想の影響から、ショーマンシップが全面に押し出されたプロレスなどのショースポーツについては根強い嫌悪感が存在しており、昭和の頃からプロレスやお長論というものが主に他の格闘技のファンであるものから出され、これを根拠としたプロレス批判が幾度となく繰り返されてきた状況があった。現代ではアメリカの、w、WE が 株式上場の際、事業内容を公開するにあたって、シナリオ、プロレス用語で、ブックや、アングルなどと呼ばれるの存在を公式に認めたことや、数々の暴露本によって、リングの上で行われている試合は、エンターテインメント性に満ちたショーであるという前提が、一般にも認知されてきている。前述の WWE では試合を行う者を、レスラーとは故障せず、スーパースターとしている。 これらの要素はプロレスに携わる者にとっては期日に、おいて種を明かすのと同様にタブーであり、レスラーたちは手地なしが種も仕掛けもありません、というのと同様にプロレスがショーであることを一般に口にすることはしない。しかしながら観客を楽しませる、感動を与える試合を行うため、それに耐えうる強靭な肉体を維持し、確かな運動技術の上に、 高度な演出的要因を積み上げていることに成功しているのも事実である。このため、武藤刑事や重心サンダーライガーなどはプロレスを芸術と称した。プロレスヤーとしての鍛錬を積んでいなければ、およそ生命に関わりかねないほどの激しい技の応酬は素人には真似のできるものではない。またプロレスは上記の通り競技ではないため八百兆とは言えないが、工業や 興行を盛り上げるための各種演出に対して事前に勝敗が決まっていることをマスメディアを含めたプロレス業界が人数、勝敗を真剣に争っているように見せていると主張する者も,もいる。ただし、WWE のように台本の存在を公言している団体や、ハッスルのようにファイティングオペラなどと称してエンターテイメントであることを公言している団体も存在する。日本でのプロレス団体。 工業会社運営には多数、大抵年間100試合以上の工業開催が必要であり、団体数も多く競合が激しいため、観客を魅了できる試合を常時提供できることが最重要とな。そのため、公着が多いシュート、真剣勝負は工業団体にとっては必要以上にレスラーを、 消耗させるものであるため極力避けるべきものであり、プロレスファンからもガチンコで発生するようなに、生産なだけの試合展開は好まれない。また、レスラーの多くは、試合の勝敗よりも、いかに観客を満足させる、面白い試合を行うこと、プロレスの業界用語で、しょっぱいと表現されるようなつまらい試合を行わない、ことを重要視する。かつてアントニオ猪木はリング上で、 どうですかお客さんと問いかけたことや吉村同盟がプロレスラーを職業選手と呼んだことにもその一端は間見られる。特にファンからしょっぱいという評判がつくことは選手としての長期的な格や活動にもマイナスに響いてくるためレスラーたちは試合の敗北以上に恐れ嫌がる。このためレスラーは肉体の鍛錬技の開発以外にも 相手の技を引き立たせられる受け身の取り方、その他のリング上での様々なパフォーマンス、客を盛り上げ、あるいは笑わせる芸、果てには相手に技をかけられた時の苦痛の表情の見せ方に至るまで様々な研究を積み重ねている。また、ベテランの息に達し、体力、持久力の衰えなどから魅力ある試合を観客に提供できなくなった自覚を得て、プロレスラー廃業を決意する者も,も見られる。 かのルーテーズは、試合の出来に納得ができなくなったとして、ロレスラーとしてのリタイアを決意したが、このように、試合の敗戦ではなく、試合の出来に自身で納得できなくなり、プロレスラーからの廃業を決意したという胸のコメントは、過去にも数多い。また、人並み外れた強靭さを見せることも商売であるため、病気や負傷による、療養、闘病の姿が公になることを極端に嫌う。 レスラーは多く、口述するが、プロレスラー廃業後には、プロレスの表舞台や、スコミの前に全く姿を見せなくなる人物も多い。つまり、プロレスラーにとって、最も重要な要素は、肉体と精神の両面の強靭さとプロレスの格闘技術の高さを誇示し、観客を熱狂、興奮させる、ショーマンシップの能力であると言える。工業、ハウスショーの中においては、 自らの役割を確実に果たすことが求められるのである。鍛え抜かれた肉体も、磨き上げられた数々の技も、そして技をかけられて苦痛に歪む表情も、究極的にはすべて観客に面白い試合を提供するためのものであり、観客からの評価が、勝敗や獲得タイトル以上に重要な価値を持つのが、プロレスの工業としての特徴であり、ボクシングや総合格闘技など、 他の格闘技工業との大きな違いである。たとえ試合で圧倒的な強さを示して勝利したところで、観客たちが喜ぶ、面白い試合を提供できない、すなわち集客力に欠けるプロレスラーは、観客のみならず工業士、プロモーター、そしてプロレス団体の経営陣からも好まれない。特にフリーランスや事実上それに近いスタイルで活動する。 プロレスラーにとっては知名度と人気、そしてそれに支えられる集客力こそが様々な段のリングを渡り歩くための最大のセールスポイントになる。またかつてのアメリカでは有料入場の観客数によってファイトマネーが変動する制度が広く採用されており、メインイベンターが客を集められない場合には、その他の出場選手もファイトマネーを減らされるため、集客力に欠けるプロレスラーは、 レスラー仲間からも嫌われた。実際、坂口誠二は、若手時代の1969年に、デトロイト地区で、ザ・シークとのタイトルマッチに挑むことになった、サイの心境について、私は、勝てるだろうか、というプレッシャーよりも、むしろ、日本人の私が、シークに挑戦して、お客さんが入ってくれるだろうか、というプレッシャーに悩まされたと回想している。 試合や工業を構築するためには、前述の強靭性以外にも表現力や適応力が求められる。試合中のアクシデントで負傷、流血していたり、高所から転落しようとも、試合はそのまま続行されることが原則である。また、対戦相手が、いわゆる、しょっぱいレスラーでも、見るに耐えうる試合に仕立て上げなければならない。 技を失敗した後にうまく他の技で観客の失望感を消したり、盛り上がらなかった試合でも終了後に乱闘などの揉め事を意図的に発生させるなどの適応性が求められるのである。また、試合中の不慮のアクシデントによる負傷などで生じた相手レスラーのパフォーマンスの低下のリカバーなど、興行を盛り上げるために、とっさの起点を聞かせることが求められることもある。 プロレス業界やプロレス関連のマスコミなどでは、このようなリング内外での表現力や適応力が高いプロレスラーを称賛する言葉として、放棄相手に試合ができるという言葉が存在する。DDT プロレスリングでは、実際にダッチワイフのヨ彦がプロレスラーとして試合に参戦しており、単なる人形を相手にプロレスラーが試合を組み立て成立させるその技術を見ることができる。 同様に、総合的なレスリング技術、プロレス理論に優れ、どのような対戦相手であってもそのパフォーマンスを引き立たせ、なおかつ自身の存在感も誇示できるような高い技能を持つ万能なプロレスを称賛するものとして、立ってよし、寝てよしという言葉がある。たとえ、トップスターではなくとも、このような形で高評価を得ることは、プロレスラーにとって大きな財産となる。また、 工業ビジネスであるためトップスター以外にも引き立て役、脇役といったポジションのレスラーも必要となる。ジョバーと呼ばれる者がスターに技をかけられ倒されることでスターの強さテクニックを演出し際立たせるのである。身長やルックスなどでトップスターにはなれなくとも工業の上で必要とされれば団体との契約を続けられることも特徴である。セル。 セリングという用語があり、これは相手レスラーを生えさせること、生えさせる能力である。デビュー間もない新人がベテラン相手の試合で検討しているように見えるのは新人本人の努力と練習の成果もあるにせよ、何よりもベテランが新人を引き立たせる戦い方を心得ているからこそである。また、鼻がない、要望が悪い、技術的な未熟などの点でトップにはなれないレスラーは、 各団体内で自身のポジションを確立することが必要である。WWE のオーナーであるビンスマク・マホンは契約しているレスラーにトップの器がないと判断した時はそれを明確に伝え、別の目立ち方や役回りを提案するという。このように、たとえどんな状況にあっても一定水準の試合内容をキープし、なおかつ対戦相手を最大限引き立たせるジョバーは、 工業全体から見ても大変重要な役割であり、またレスラー間の評価へと直結する。例えば映画であれば、主演俳優だけが一流スターで、いくら目立って良い演技をしても決して名作にはならず、主演以上に敵役や脇役にその重要性があるの同じである。しばしレスラー同士の評価をして、彼はグッドジョバーだといった表現が使われることがあるが、 これはレスラーにとっては最大の褒め言葉であると同時に賛美と言える。日本人レスラーの場合は、XX さんは柔らかいといった言葉を用いる場合が多い。柔らかいイコール戦いやすい相手という意味であり、いかに受け、試合運びせる、セリングがうまい選手あるかという表現である。トップスター以外のレスラーの中には、ショーマンシップの能力とは別に、 何らかの裏方的な立場を兼ねており、その方面の能力の高さで団体運営に携わり、傍らでレスラーとしてリングに上がっているというものも見られる。実際、レスラーとしては、リング上ではスターの影に隠れるポジションであったとしても、マッチメイクやブックアングル作成の担当者として、あるいは若手育成のための指導役、相手役、そしてデビュー間もない若手にとっての、 リング上で最初に乗り越えなければならない壁の役として、団体にとって大切な存在となっている、プロレスラーは、用の東西を問わず少なからず見られる。また、レスラーとしては、もっぱらが一試合担当であっても、プロレス業界有数の人脈の幅広さと、情報収集能力の高さから、営業面の顔役的な存在として、団体の精髄をも直接左右するほどに重要かつ、 必要不可欠な存在であると他団体の関係者からも認知されていい、名が源のはるかのようなケースもある。プロレスラーは強くなければならないという見方もされ、その常人離れした強さを見せることもプロレスラーにとっては重要な商品価値である。これはリング上の展開に説得力を持たせる意味もあり、新日本プロレスはストロング。 スタイルと称して全面的に押し出していた。また、リング外で一般人から挑まれた時、あるいはリング上で何らかの意図を持った対戦相手から潰しにかかられた時に対処するためであるとも言われる。しかしながら、相手を負傷せしめたり、団体の意図に背いて一方的に攻め立て、対戦相手の商品価値を暴落させる行為は、プロレス業界としては許されるものではなく、 そのようなトラブルを起こすレスラーは業界から干されることにもなる。武藤刑事はアメリカで一度としてリング上で仕掛けられたことはないと証言しており、格闘技としてのスキルの高さや体力的な強さは必須ではあっても相手を確実に打ちまかすという真剣勝負の強さは必ずしもプロレスラー筆形の要素ではないと言える。一方では普段はジョバーとして トップレスラーや若手を引き立てる役に徹している人物であっても実際には格闘技術、体力両面で団体屈指の戦闘能力の持ち主であり一万一リング内外でのトラブルや団体間の揉め事などからシュートの事態になった時には団体の S 級をもしのぐ力量を発揮する強い戦力になる人物としてプロレスファンに認知されている人物も見れるこのように プロレスラーとしての強さと真剣勝負、シュートでの強さはまた別ということが言える。プロレスラーやプロレスファンの間には古くから受け伸び学という思想が面々と存在している。これはトップレスラーは相手の技を耐えて相手を引き立たせ、その上で逆転して勝つ技術とパワーがなければならないという信念に基づいており、相手を精神的にも 肉体的にも量がするべきという考え方である。この考え方は、大相撲の横綱相撲と通じるものがあり、相手の攻めを受けて見せて勝つことこそが上位の相撲として捉えられていることと同様である。難度が高い技を受け切って見せて勝てるレッスラーは、観客のみならず、同業レスラーからも賞賛を浴びる。そのためか、漫画やアニメ、ゲームに登場する。 プロレスラーのトップクラス格のキャクターは害して打たれ強い、タフといった設定や傾向を持っている。プロレスラーはその考え方をリングの上で表現して観客を楽しませている。しかしその受けの美学が誤解され、なぜあんな技を避けないのか、といった批判があることも事実で、それが一般に真剣勝負として受け取られない一因にもなっている。こうした 受けの美学を否定するレスラーも現れ、ワーフのような小敵要素を排除したプロレス。ただし事前に勝敗はまっているが生まれたり、そこからさらに発展して、総合格闘技戦に主戦場を移すプロレスラーも多くなっている。だが、ジャイアントババのシュートを超えたもの、それがプロレスという言葉や、初期の技を急受けてジュ準スといった言葉が象徴するように、プロレスは喧嘩や、 アマチュアボクシングと違い、ただ単に相手を見事に叩き潰して勝利すれば、それでいいというものではない。観客を満足させ、感動させることにも、時に優秀な戦績を超える重要な商業的価値があり、それこそが多くのプロレスラーの目指している理想の姿でもある。このため、相手の技を受けまくった上で負けたレスラーが、観客から拍手を受け一方で勝者が罵声を、 浴びるということが試合内容次第で多々起きる。良くも悪くも試合内容で観客を納得させ、ハートをつかめないプロレスラーはプロレスラーではないとも言える。以下にその特徴の代表的なものを列記する。プロレス大国であるアメリカにおいては著名なプロレスラーの絶対数も多いだけにレスラーの種が頻繁に報道される。 レスラーとしてはまだまだ働き盛りであるはずの50歳以下での突然死も多く見られ筋肉質の体型が多いことから筋肉増強を目的にステロイド薬を使っているためであるという報道も多い。ただし引退しても60歳前後で亡くなるケースもまた多い。対して日本のレスラーの場合は癌などによる死亡が一番多く記録されている。また日米共通して言えることとして 最晩年には肝硬変や糖尿病に苦しめられていたと伝聞されるものが少なくない。日米問わず、レスラーはその職業上の特徴として、長期間の巡業が多く、日々の食生活とハードトレーニングでそのたくましい肉体を作ったり、外食にしても、プロモーターなどとの会合や講演者、谷間へのサービスなどが少なくないという意味では食事も仕事の一環であるため、 肉類への偏りや、暴飲暴食、飲酒型などの問題があると考えられている。実際、過去に報道されてきたプロレスラーの死のほとんどは、試合中の事故に起因するものではなく、まだ激しい肉体労働の商売であることを考えれば、現実的に見れば、食生活の面の問題が大きい状況を伺われる。WWE では、 1987年よりコカインヘロインなどの麻薬に関する検査を所属選手に対し行っている。また、2000年代に入る一時薬物が原因とみられる所属選手の死亡事故が相次ぎ、中にはエディ・ゲレロなどのスター選手も含まれていたことから2006年より所属選手に対し定期的にドーピング検査を実施している。これらの検査の結果、 問題が発覚した場合には、契約を打ち切られ解雇される場合もある。しかし、このような検査を導入している団体は、世界的に見れば、ごく一部であり、依然多くの団体において、選手の健康、肉体面の管理が、なおざりにされ、各所に薬物の影響の影がちらついていることは否めない。日本のプロレスには、統括的な団体が存在せず、ステップアップとなる。 カテゴリーリーグ制度も存在しないことから、日本相撲協会に見られるような引退後の職業の受け皿となるような組織も、プロ野球や J リーグ、モータースポーツに見られるような学生による競技組織や会カテゴリーへの指導者としての就職といったケースも見受けられない。ボクシング等の他の格闘技に見られるような工業団体から独立したジムや道場がほとんどなく、 団体所有道場で要請が行われる形態が取られるため、選手としての経験を生かして、指導の立場に立てる会自体が、プロレスには、極めて少ない。比較的大きな団体の場合には、団体職員として、再雇用されたり、坂口誠二のように社長など役員を兼任する、レスラーがその役職に専念するケースもあるが、所属団体の崩壊により現役継続の起如に、 立たされた場合には、失業と同様の状態となってしまうケースも少なくない。い一部のレスラーはアントニーを猪木アニマル浜口、風子のように引退後に自ら団体や道場を起こしたり、小橋健太のようにプロモーターに転じたり、実業家やタレントへの転身、あるいは料理店を起こしたり、家業の継承により引退後の生活を安定させるケースもあるが、 もともと経営感覚に乏しいものや、一般の社会生活に適応できなかったゆえに、レスラーへの道を選択した経緯を持つ、ギャンブル等に傾倒する癖のあるものに至っては、引退や、セミレタイヤ後に完全に生活が破綻してしまうケースも見られ、最悪の場合には、ゴール流ーバのように生活区から犯罪を犯してしまったり、アダルトビデオに出演して家庭が完全に崩壊してしまうケースに至る場合もある。 そのため、健康上や、肉体的な問題から、まさに現役を務めるには、無理がある年齢となっても、定職が見つけられないままローカル団体を転々と、しながら、リングに上がり続けざるを得ない求メジャー、団体所レスラーは、近年しばしば見られ、業界全体の構造問題として捉えられる向きも、多い。統括機関や公的なライセンス制度が存在しない。 プロレスラーという職業には、制度としての厳密な引退というものは存在しない。そのため、引退表明後に一定期間を置いて復帰するレスラーは多く、引退とは事実上の長期休養、休業を指すものとなっている。特に怪我が元で引退した場合、試合をしなくなったことで怪我が感知、または解放に向かい、結果として復帰するケースが多い。一方で、藤波達次のように、 生涯現役を宣言する選手もいる。全日本女子プロレスではかつて25歳定年制という暗黙の了解が存在し、25歳または実動10年に達したレスラーは引退することが慣例となっていたが、デビル・マサミのようにフリーランスとして現役を続行したり、ジャパン女子プロレスなど他団体で現役復帰するレスラーおり、 全女で潜る中野が25歳を超えて、現役を続行して、以降、廃止されることとなった。大似た厚子や、テリー・ファンクは引退表明後に引退ツアーを行ったが、後に復帰している。また、橋本真也は、小川奈央と、負けたら即引退マッチというアングルを付与された、試合において敗北し、一旦引退したが、その後ファンからの復帰要請に応えるというストーリーで、復帰した。 天山広吉のように敗北したら引退というアングルを組んだ試合で負けるものの特に明確な理由をつけず通常通り試合に戻る者も,もいる。さらに米山香織のように引退セレモニー中に撤回する者も,もいる。一方でプロレス界の風習となってしまった引退復帰の流れを嫌うレスラーも存在する。川田俊明は不詳の蓄積や 体重の減少から試合を行うのが困難であり、現在居酒屋の経営に専念しているが、俺がプロレス辞めるときは、引退ではなく、休業ということにしてくれ。と述べている。また温厚な人柄で知られる、小林邦明が、自らの引退の際に、プロレス記者から、復帰はいつ頃ですかと割れ激怒したというエピソードもある。実態として、レスラーの引退は、 休業を意味して、廃業という言葉が他のプロスポーツにおける引退に相当すると言える。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。